ザ・ラウデスト・ボイス・アメリカを分断した男は、2019年に放送されたアメリカ合衆国のリミテッドドラマシリーズ。FOX ニュースの創立者であるロジャー・エールズの実話を元にしたドラマで、ラッセル・クロウ、セス・マク・ファーレン、シエナ・ミラー、サイモン・マクバーニーなどが出演。全7話のリミテッドシリーズで、2019年6月から、ショータイムで放送された。 日本語版は2020年4月にワウワウプライムで放送された。番組は非評価から好意的な評価を受けており、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。ザ・ラウデスト・ボイスの主要キャスト。上段左から、ラッセル・クロウ、セス・マク・ファーレン、シエナ・ミラー、サイモン・マクバーニー、アナベル・ウォーリス、アレクサ・パラディの、ナオミ・ワッツ。ロッテントマトズによれば、 批評家の一致した見解は、演技は見事であるし、魅力的なところも多いが、ザ・ラ・ウデスト・ボイスの浅はかな解釈はメディアで、最も悪名高い人物の一人に対する強力な、告発となり得るものを台無しにしている。であり、65件の評論のうち高く評価しているのは55%に、当たる36件で、平均して10点満点中6.41点を得ている。 メトクリティックによれば、30件の評論のうち、高評価は16件、賛否混在は11件、低評価は3件で、平均して100点満点中61点を得ている。第77回ゴールデングローブ賞のミニシリーズ、テレビ映画部門の作品賞と主演男優賞の2部門にノミネートされ、ラッセル・クロウが主演男優賞を受賞している。ありがとうございます。